んこんばんは、一助です。今日はですね、辛ラーメンですよ。ようやく食べていこうと思います。食べたことなかったんですよね。これ美味しいんかなっていう。韓国の人はこれを開けてここにお湯を注いでなんか食べるみたいなことをちょっと聞いたことがあって、めちゃめちゃ抵抗あったんですけど、全然そんなことないなと思って辛ラーメンにしようと思います。辛いの好きなんだね、なんせ現代社会のストレスにもまれ。はい、今日も調理工程も何もありませんが、よかったらお楽しみください。どうぞ。これ多分何にも入ってないんですよね。今あるのネギと、あと半熟卵ですね。この間動画で紹介した50秒半熟卵、それをここにぶち込んで食べていこうと思います。じゃあお湯を入れます。お湯、これ多分ですよ、多分こうなんですよ。多分これジャストフィット。はい、じゃあお湯を温めてる間にネギを切っていきます。ネギ、はい、これぐらい切りました。ちょっと多いかな。ネギはつまみ食いするもんじゃないですね。はい、じゃあ沸騰してきたので辛ラーメンをぶち込みます。でかい、結構。粉末スープと火薬。おお、落ち着け落ち着け。めちゃめちゃ思ってるんですよ。これとこれ。ほら、強火にします。4分半待ちます。その間に半熟卵を作っちゃう。カレーの動画でもやったんですけど、半熟卵をめちゃめちゃ簡単に作る方法やります。これぐらいの容器、卵が隠れるぐらいまでこう落とし込み止めます。これぐらいですね。そしたら水を 10ml ぐらいですね。このまま45秒から50秒ぐらいレンチンします。50秒ぐらいだったら別に卵割れない、いいのでは。美味しそうですね。辛そうだな。見てこれ、めっちゃ半熟。熱いよ。完成です。早いな今日。ちょっと持てないぐらい熱いんで椅子を取り入れました。おお、うまそうよ、うまそううまそう。今日は跳ねても大丈夫です。いただきます。そう、韓国のマナーはこう持ち上げちゃいけないんですよね。このまんまいきます。あー、辛っ、辛辛辛辛辛。半熟卵で和らげよう。待ってんじゃん。うまい。そう、でも今日会社の韓国人の社員の人に聞いたら、辛ラーメンは数ヶ月に1回ぐらいしか食べないそうです。マジかよ。これは流行る。はい、今日の動画は簡単麺シリーズでした。ここの汗がやばい。今ご自宅で試してみてください。美味しそうだと思ったらグッドボタン、よかったらチャンネル登録お待ちしております。また辛いものに挑戦していきます。大好きです、辛いの。はい、今日も動画をご視聴いただきありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。